自分も世界で戦えると思っていた青木には強烈なプライドと自信がありました。詰めかけた記者たちから帝王とのペアリングですねと声をかけられると、青木は帝王ってどういう意味だってみんなに聞いたんだ。帝王ってのはそれより上の人がいないっていう意味だろ。俺だってゴルフの帝王だって言ったこともあるよ。ジャック・ニクラスを抜こうとしていた。挑戦する意欲があったと語ります。1970年代の後半から海外でプレーし始めていた青木は自信にもあふれており、グリーン上の勝負に持ち込めばたとえニクラスといえど対等に戦えると考えていました。そして迎えた初日、青木はボギーでも仕方がないと考えていた7番の長いパー4でドライバーをフォローの風にうまく乗せ、2打目をピン横2メートルにつけてバーディー。これで気を良くした青木はその後も粘り強くパーを重ね、終わってみれば3バーディー1ボギーの68とニクラスが驚異的なスコア63をマークし、ギャラリーがざわつく中、動揺を見せることなく会心のプレーができたと満足感に浸ります。